追っつけて打ちました。一気にライトへ、バスターが見事に決まりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番ブラッシュ、ヒットでランナーを一塁に置いています。高めのボール打ちました、伸びていくと入りました、ホームラン、うん、まず何を投げてくるか、初球打ちファールグラウンドへ打ち切りました。ファールボールです。ノーボールワンストライクです。インコースへ大きく外れます。さてこの吉田どういうバッターなんでしょうか。あ、率も残す、打ちました、これもボール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。ホークスピッチャーが変わります。4番を迎える、初球打ち右中間に大きな打球、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは5番ソト。ジャイアンツこの回2点を入れています。初球打ちレフト線破りました、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターは6番サードゲーム、やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。引っ張った、取った、アウト、そのままタッチしてツーアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。さあこれからジャイアンツが守備につきます。高部が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球空振りです。打ちました、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている栗山、小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました、取った、アウト、2アウト。クリーンナップが登場します。バッター柳田、ツーアウトランナーありません。この回の小島、アウトコース打ちました、一塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターはオースティン。ジャイアンツリードで迎える最終回です。インサイド落ちました、ファールゾーン追いつくかどうだ、打ちました、センターに抜けました、先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。打順は8番坂本、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです、まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。3球目打ちました、これはサードライナー。さあこの終盤一塁には追加点のランナーです。バッターボックスには松川、まあバンとか少なくともな。ホークスピッチャーが変わります。マウンドにあった、インコース詰まりました、取って2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター糸井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました、センターへ抜ける、ジャイアンツチャンスになりました。2アウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですね。変化球タイミング合いません。変化球抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。初球は何から入ってくるか、打った、抑えた、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。清宮が打席に入ります。ジャイアンツリードで迎える最終回です。バントしました、ファウルになりました。2球目は何で来るか、セーフティーバントでしょうか、バットには当たりませんでした。これが3球目、打ちました、ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。5番バッター今岡、小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました、取りました、2アウトになりました。
バッターボックスは6番長岡。ツーアウトランナーありません。この回の小島4球で真ん中打ちました。ライナー掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。なんとなんと見事な